秋田市役所は日本の地方公共団体である秋田市の執行機関としての事務を行う施設である。2016年に4代目となる市役所本庁舎が竣工し5月より新庁舎での業務を開始した。市役所の主要施設は山王地区にある八橋観光庁団地の一角に位置し、三王大,大通りを挟んで秋田県庁と向かい合う。 この八津橋団地は1958年に都市計画決定を受けてから国、県、市の観光庁施設が一体となって整備された館長外区であり、1964年に旧本庁舎及び議場棟が竣工して、以来、周辺地区に山老別館巡工文館巡工消防庁舎巡工等の庁舎が追加整備されてきた。しかし、 旧本庁舎が建設から約半世紀を経て老朽化が進んだことから新庁舎が計画され、旧本庁舎の東隣にあった NHK 秋田放送局跡地に現在の市庁舎を建設して周辺の庁舎に分散していた業務を集約した。市庁舎稼働後、文館については改修工事がなされて使用予定だが文館に隣接する。 三郎別館については2017年までに解体。寺内昼寝所在の環境部旧庁舎については売却が予定されている。2016年5月6日時点の秋田市庁舎内の配置である。秋田市庁舎の会長に伴い、民間ビルの賃貸も含めそれまで市内各所に分散していた市役所機能が新庁舎である。秋田市庁舎にほぼ集約された。所在地。 編集施設配置、編集住所は視聴者と同じく3の1丁目1の1である。秋田視聴者分館2016年度から2017年度にかけて耐震改修工事が行われ、今後も使用される予定である。市民サービスセンターは、市役所支所機能と公民館機能、子育て支援機能等を兼ね備えた複合公共施設であり、市の 都市内地域文献構想に基づき、市内7地区への整備を進めてきたものである。2009年の西部市民サービスセンターを皮切りに、2015年までに西部、北部、南部、東部に新設、河辺、優和は従前の市民センターを改修及び隣接施設との一本化の上で市民サービスセンターに改装、解消し、市内6地区に順次整備された。 最後に残された中央地区の市民サービスセンターは、市庁舎内2階及び3階の各一部に設置され、市役所新庁舎の会長と共に解消した。また、老朽化した公民館の代替として市民サービスセンターが建設されていることから、これまでに西部、土崎、東部、中央の各公民館が廃止されている。 南部公民館は南部市民サービスセンターの別棟を扱いとされたため、当面存続とされたが、2016年内に廃止され、2018年7月、跡地に南部市民サービスセンター別館が開館した。北部公民館については、2018年4月1日、付で秋田市下新城交流センターに転換され、生涯学習の機能は北部 SC に移管された。 これにより、秋田市内から公民館は姿を消すことになった。東部 SC は駅東サービスセンターが東部管轄域にあるため、中央 SC は市庁舎本体内に開設されるため、他の市民サービスセンターとは異なり、住民票の写しの交付等の取扱いや届出等の手続きをセンターの業務としては行わない。南部 SC 別館もこの業務は行っていない。なお、 西部、北部の市民サービスセンターに併設された、秋田中央交通のバスターミナル名は、市民の文字が省略され、サービスセンターという名称である。2008年まであった NHK 秋田放送局旧局舎ほぼ同一地点より撮影した秋田市庁舎1964年に、完成した、旧本庁舎は、建設から半世紀近くが経過し、老朽化が しかし、2009年に行われた耐震診断調査で、当時の本庁舎を含む周辺の後庁舎建設の消防庁舎は調査の対象外いずれもが耐震の指数を下回っていたため、佐竹の公認となった保住市長が移転、建て替え、耐震補強等、費用面やその他効果などの算出を関連する業者等にさせたところ、大規模改修では、 約60億円の経費がかかることが判明した。費用対効果から2010年6月に新庁舎の建設が決定した。建設にあたっては中央地区の市民サービスセンターを併設するほか、現庁舎北側にある分館も活用するものとした。新庁舎は現庁舎通りの NHK 秋田放送会館跡地への建設が計画され、2013年度に 着工し、2015年度に竣工及び文館改修、2016年度に旧庁舎解体及び外交整備を行う計画とした。建物本体は、鉄筋コンクリート作り地上7階、地下1階建て、延べ床面積約3980平方メートル規模を予定し、旧本庁舎では、議場棟が分かれていたのに対し、新庁舎では、 視聴者5階難正確に議場を配置した。環境配慮型ビルとして再生可能エネルギーの活用が重視され、建物中央には1階から6階まで貫通する吹き抜けが排され、トップライトからの自然再興と吹き抜けを利用した自然換気により、光熱費の低減を狙っている。また、建物正面が西を向くことから、西日による自然光を採用。 太陽光パネルの設置、雨水再使用による節水なども行われる。新庁舎では災害対策拠点としての性格も重視され、免震構造を採用、また津波や河川の氾濫といった大規模浸水に備え、森土により建物1階を周囲より約1.8メートル、現庁舎より約0.7メートル高く設定。3階に、 災害対策本部設置を準備し、機械室、非常用発電設備等も3階以上に配置することで、大津波への対応と災害時の自立した電源供給を可能とする。中央市民サービスセンターの所室は災害時の対応スペースとしての機能も担う。新庁舎建設後、旧庁舎は解体されるが、跡地は駐車場として整備され、 旧本庁舎1階部分は市民の広場とされる。旧本庁舎地下1階部分は公用車用の駐車場として整備される予定だったが、これは建設費の縮減のために中止された。また、新庁舎完成後は文館を書庫などに改修、市の将来人口減少とそれに伴う職員数削減に合わせ、将来的に文館等を廃止し、新庁舎に集約していくことで、 トータルコストの削減を図っている。事業費については、東日本大震災後の全国的な建設資材価格の高騰、人件費の上昇の流れを受け、2013年は2度の入札が不調に終わり、3度目の入札でようやく清水建設、JV が落札したものの、当初見込みを大幅に上回る結果となった。当初計画では予定価格95億9、 900万円で地元企業を代表者とした電気、管の各公主1社を含む3社以上の税分に限るとの条件付けで公募型指名競争入札を実施予定だったものの予定価格と見積もりが見合わないとして6月25日の期限までに参加申し込みがなく26日入札を中止することとなった市では資材単価や人件費を再算定して 予定価格を105億4、400万円に増額し、入札参加要件を緩和して、市外企業が代表者となる JV にも参加を認めた上で7月29日に再広告したものの、なおも予定価格と企業側との見積もりとの間に大きな開きがあり、8月20日の期限までに参加申し込みがなく、21日に異例の入札再中止となった。市では、 さらに再生査した上で、一部仕様の変更などで、コストを縮減し、さらに入札への単独企業の参加を認めるなど、参加要件を緩和して3度目の広告を行った。結果、11月15日複数企業が入札に参加。清水建設、JV が115億9、0円で落札することとなった。11月21日には、契約額125億1。 720万円で、同、JV と仮契約を交わしている。しかし、2度の入札の不調から3度目の入札が行われるまでの間に、安倍政権による消費税の増税が決まっており、契約が増税実施の半年前までに間に合わず、消費税率8%適用となったことで、事業費をさらに約3億7000万円増額することとなってしまった。 総事業費は約135億70円に上る見通しである。こうした経緯を経て、2016年5月6日より、現在の秋田市庁舎が業務を開始した、中央地区の市民サービスセンターで、愛称は公募により決定された、センタース、市役所新庁舎の建設に合わせて計画され、秋田市庁舎に3階部分に設置された。これに伴い、 会所に先立つ4月22日に、秋田市文化会館内に設置されていた秋田市、中央公民館が使用を停止している。また、中央市民サービスセンターでは、秋田市庁舎内に設置されていることもあり、市役所の支所機能や、体育館としての機能を有していない。秋田市庁舎2階から3階にかけて、市民サービスセンター所室が分散して配置されている。 二階三階中央市民サービスセンターの直接の前身である秋田市中央公民館は2016年4月22日まで女性学習センター勤労青少年ホームとの合同施設であるサンパル秋田として秋田市文化会館に設置されていた秋田市中央公民館の園芸は1957年に千秋公園北側にあった佐竹家別邸を買い上げて 秋田市公民館としたことに始まる。この初代の秋田市公民館は和式建築の邸宅をそのまま使用したものであるため、公民館結婚式などの催しには適していたものの、手狭で市民の文化活動に適応した施設ではなかった。このため増改築を求める要望が市民から寄せられており、1965年10月、市役所から近い八橋運動公園内に、 公民館を移転し、勤労青少年ホームなどと併設する形で、新たに秋田市市民会館として開所した。この市民会館も、その後のさらなる無用し物の増加によって、既存の施設では対応が限界に達し、近隣の山王地区に新たに秋田市文化会館を建設。旧来の市民会館は秋田市中央公民館として改編され、機能の分担が図られた。 その後中央公民館は2003年11月各テナントであった。その後2010年には秋田ニューシティの閉館を機に秋田市文化会館内にサンタビー店2016年秋田市庁舎の竣工に伴いさらに移転して中央市民サービスセンターとなり中央公民館は廃止された。県庁市役所前バス停下車すぐ市役所周辺は 八橋観光庁団地として都市計画決定され、館長街となっている。このうち欅通り西側の1号地は、秋田地方裁判所、秋田法務合同庁舎等の国の施設が、東側の2号地には、秋田県庁舎、秋田県議会、秋田県警察本部等の県の施設が、3大大通りを挟んで、北側の3号地には、秋田市役所等の市の施設が整備されている。 八橋団地の外縁にあたる市役所北側及び東側は、緑道として山農観光庁緑地が整備されているほか、市役所西側は、欅通りを挟んで、八橋運動公園となっている。それまで市役所所在地は、八橋屋座編、田添、川尻町屋座ほどの境、川尻町屋座、田中の三つの字にまたがっており、代表地盤として八、八橋屋座編、 たぞえ224番地を使用してきた。中通りの旧保健所跡地は2005年に秋田名徳館ビルが建設され、秋田県立秋田名徳館高等学校が開校した。川辺、優和の両市民サービスセンターは、川辺町、優和町が秋田市と合併した後、従前の町役場を市役所支所機能を有する市民センターとして開祖したものが前身であり、 旧議場を多目的ホールに改修するなどして文化施設機能を付与したものである。清水建設、千代田工業、渋谷建設工業、田村建設による共同企業体。ありがとうございます。